はい、皆さんこんにちは。北川キャンピングベースの郷田です。いつも、北川キャンピングベースご利用いただきましてありがとうございます。もう春になってきてね、大変キャンプするにはいい季節になってまいりました。ただ若干ね、前もお話しした花粉が飛び始めてます、ね、花粉症の人は十分対策してね、お越しいただければと思います。今日はですね、北川キャンピングベースというのは、実は、ね、ブナ総合企画という会社の中で、の一つでして、他にもナイスバーベキューガーデンというバーベキュー場、あと北小丸ウッディーランドというね、これから始めるカフェとキャンプ場、薪作り場所、ね、あとこの北川キャンピングベースというね、ブナ総合企画という会社の中で3つ、ね、やっております。これがね、ちょっとレアな、ワッペンなんですけれどもね、うん、ブナ総合企画ということで、ね、今日はこの、他の施設の紹介をさせていただきたいと思います。これからね、ナイスバーベキューガーデン、北小丸ウッディランド、ね、それぞれちょっと実際に私も行ってね、ご紹介していきたいと思います。ここは本当に私どもの、ブナ総合企画のね、社長森田社長がね、とにかく石川材のこの山の活用、西川材木材の活用、ね、で、地域の活性化というところをね、大きな大きな、ポイントとしてね、観光事業をスタートしました。ナイスバーベキューガーデンはもう7年も前からですけど、で北川キャンプベースがもう2年ね、で新しく、北小丸ウッディランドが今年からというね、まあ着実にね、この地域で、山の活用、西川材の活用、地域の活性化というところでね、取り組んでます。キャンプ場ね、楽しんでもらうだけじゃなくて、このね、阿賀のね、飯能の山々をね、楽しんでいただければと思います。この飯能の良さをね、知っていただければと思います。今日はね、グループ会社の紹介という形で、キャンプ場の紹介をまた改めてね、させていただきます。ぜひよろしくお願いします。それでは、まずキャンピングベースから5分ぐらいの、ナイスバーベキューガーデンに出発したいと思います。よろしくお願いします。はい、では、やってまいりました。ここが、ナイスバーベキューガーデンね、私どものね、同じ会社の系列の、バーベキュー専門の、施設でございます。見ていただきますとね、もう本当に川がね、真横にあって、で、まあね、本当川遊びができる、ね、目の前で川遊びができて、で、ここはね、本当にグループで、バーベキューができるようにもう炉が用意されてますね、こういった、バーベキュー専用の施設でございます。新年度の予約がこれからの、3月1日、予約開始になります。なかなかね、北川キャンピングベースでは日帰りのデイキャンプだとか、バーベキューだけっていうのをなかなかお伺いしにくいもんですからね、この、ナイスバーベキューガーデンで、日帰りの人はね、ちょうどいいんではないかなと思います。ちょっと人数多くてもね、まあ、このご時世です、ちょっとご配慮いただきながらであればね、十分対応できるかと思います。で、川遊びもね、本当にいいんですね。この川自体は、北川キャンピングベースの前の川のからずっと流れて来る駒川というところになりますね。魚もいますしね、夏涼しいですね、川遊びしながらバーベキューですね、最高だと思います。で、ここの場合はね、食材の手配もできますね、自分たちで買ってくるもよしね、食材を、こちらでね、予約するのもよしね、いろいろな形でね、対応できますのでね、よろしくお願いいたします。あとはね、バーベキュー場ですけどね、しっかりとね、屋根があるんですよ。天候に左右されない、バーベキュー場です、ね、やはり雨降ったらバーベキュー中止、ね、もったいないですよね。ここはもう本当にしっかり屋根があるので、ね、雨の日でも、ね、大丈夫です。新年度予約開始は3月1日からです。電話もしくはネットから、ね、お願いいたします。それともう一つね、そのオープン前に3月27日の土曜日に、ピザ焼き体験と薪割り体験という、ね、ちょっとまだ小さいですけどね、イベントをやります。限定15名様という、ね、ことですけどもね、バーベキュー場でも、ね、初の 体験でございます。これも予約がですね、3月1日、ね、お電話でいただければと思います。お電話はね、ちょっとテロップで出しますのでね、これでも電話いただければと思います。
限定15名様、ね、ちょっと人数少ないですけどね、ご希望の方は、お早めに、ご予約いただければと思います。これからねバーベキューねぜひねナイスバーベキューガーデン、入り口はですねちょうど本当、299号線キャンプ場に向かう途中にですね大きな看板が出てますね、そこを目印に入っていただくようになります。もうキャンプ場からだと実際、5、6分の差ですかね。もう本当に、西阿賀の信号の手前ですのでね、よろしくお願いいたします。ブナ総合企画という、ね、会社ですね、一緒にやってますのでね、ナイスバーベキューガーデンよろしくお願いいたします。これから北小丸ウッディーランド、これもう一回行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、続きましてやってまいりましたのが、北小丸ウッディーランドね、ブナ総合企画の会社の3つ目の施設でございます、ね、北側キャンピングベースから、秩父方面に向かって、小丸トンネルというね2キロの長いトンネルを抜けて、そこから山伏峠というところね、結構ね非常に狭い峠なんですけれどもね、なかなか走るには面白い峠なんですけど、まあ、暴走はしないようにしていただきながら来ていただくコースね、非常に、のどかなところに、北小丸ウッディーランドねプレオープンをして、カフェの部分は今オープンしてますね、これから、キャンプ場、あと、薪作り体験ができるところね、薪作り体験といってももう自分でストックする用のね、薪を作れるように、そういったシステムをね作りたいなということで今準備しております。まもなくの3月の24日からね、キャンプ場の方はオープンしたいと思っております。まだまだねホームページも今一生懸命作ってるんですけどちょっと間に合っておりません、ただ北側キャンピングベースとね同じウッドデッキのキャンプ場です。で電源がありますで、サイト数はちょっと少ないですね、フリーの価格も含めて10サイトしかありませんのでね、北側キャンピングベースでそれぞれというよりはもしかしたらここはグループでねちょっと大人数のグループで、2区画3区画ね取っていただくような、グループの方にも、おすすめなのかもしれないですね、ただもう本当にこれからのキャンプ場なのでね、ぜひ、こちらの方もぜひチェックしていただければと思います。予約はね、今のところは、インスタとかのね、DM でお願いします。でゆくゆくねホームページでネットから予約が取れるようにねまた準備していきますので、北小丸ウッディーランドね、ちょっとサイト料金は、北川キャンピングベースのファミリーサイト前後かなとは思っておりますね、同じウッドデッキの上にペグを同じペグを使って、使う施設でございますんでね、ただちょっと今はね、通ってます、車がねやっぱりちょっとロードサイドであるというところだけがねちょっと気になるところですけれども、ね、中へ入ればね、十分満足していただける施設になっていると思いますね、間もなくの、オープンでございます。今お試し宿泊もやってますんでね、インスタの方の、DM 等でねぜひお問い合わせいただければと思います。また、ホームページとかね上がれば正式にね紹介していきたいと思います。これから、北川キャンピングベースナイスバーベキューガーデン北小丸ウッディーランドね、ブナ総合企画、3つの施設でねさら、なるね反応、まあ、この秩父地域といいますかね、この地域の活性化にね、取り組んでまいりたいと思います。ぜひね天気が良くなって、まあ、花粉は飛びますけれどもね、いい時にはぜひ皆さんでねお出かけいただければと思います。これからもね、北川キャンピングベースともどもねよろしくお願いいたします。皆様のお越しをお待ちいたしております。